こんにちは、絶望フットボーラーのぶです。では、1044日目、左足逆足アウトサイドリフティング連続100回挑戦ということで、今日もですね、また違う公園の方でやっていきたいと思います。いや、久々にこの公園に来ましたね。思い出の公園ですね。あ、すいません、それ、はい、ボールいいですか、はい、すいません、はいはい、ありがとうございます。お願いします。さあ、ということでちょっと、ハプニングもありましたが、元気よくですね、やっていきたいと思います。よし、8時20分くらいまで大丈夫ですか。どうぞ、ここ大丈夫ですよ。あ、すいません、ゆっくり見てください。ということで、ちょっとね、やっていきたいと思います。7分でいきますか、今日はね。ちょっと いろいろハプニングがありましたけど、やっていきましょう。よし、では行きましょう。よし、まだまだいけるぞ。
回でしたね。いや、いいよいいよ、もうちょっと。40回行きました。いや、いいでしょ。でもいいよいいよ、全然やっと行きましたね、40回。じゃあここで時間タイムアップでしたね。はい、ということで、まあ、なんとか40回行きました。よかった。いやいやいいでしょう。いや、また次もね、いや今日はなんか体がなんつうのかな、まあまあよかった、よかったですね。いや、ただね、ちょっとまだまだこう不安定感がありますね。いろいろと安定してなくて、ボールが
高い低い、あとあちこちボールが行ってしまうと、でボールとの自分とのこう角度もバラバラなんですが、まあなんとかまあ40回いけたってことで、まあよししようね。でまた、うん、この瞬間だけまず、ね、よしとしようね。それでまた次、まあ満足しないで100回という目標行くっていうことを信じて頑張っていきたいと思います。よし、ではじゃあ今日はこのいつぶりだ、3ヶ月ぶり6ヶ月ぶりかな、そうですね、11、そうですね、約6ヶ月ぶり、いやこの公園に来て、いやとっても良かったです。なんかリフレッシュできたし、うん、いいですね。やっぱこういう、こうなんだろう、危機があるというか、こう自然がある中で運動するってめちゃめちゃいいかなと思いました。よし、ということで今日はこれでおしまいしたいと思います。ありがとうございました。ちょっとね、最初の方あのハプニングがあったんですけど、まあ、なんとか、まあそういうのも含めて楽しめて良かったかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。